この手菓子は、ヒノキ科の植物の一種。この手菓子は属唯一の原生種である。和名、この手菓子は、この手菓子はのいで、葉を、子供が手のひらを垂直に立てたような形に見立てて、名付けられたものである。菓子はとは、水葉という意味で、昔はこの葉で料理を盛り付けたことに由来する。中国植物名は、ワガシは。ヒノキ科の植物であるが、和名の中に、 ブナカのカシワが使われているのは、官名にカシワの字が使われているからではないかとする説も言われている。中国北部の原産と言われ、韓国、中華人民共和国北部に分布する。庭木、池垣、鉢植えなどでよく見かける。常緑信用鉱木、または低木で、高さは高いもので10メートルほどになる。枝は蜜に出て、ほぼ直立し、 枝葉はヒノキによく似た形であるが、手のひらを立てたような付き方をして、葉の表も裏も同じ緑色で、表裏の区別がない。私有こと花で、花期は3から4月頃。花は目立たず、芽花は泡紫緑色、尾花は高褐色である。5月頃になる休花は目立ち、角のある独特の形で泡梅青色になる。根の発達は良好で、 風の強い地域でも倒伏し難い。成長も早く安価で流通する。葉は、冬は、尺銅色に染まり、春になると黄金色となる。芽吹く力が強いのが特徴で、幹がけになるような強い剪定をしても再び芽吹くことが知られている。日本ではこんもりと丸みを帯びた樹幹の小低木となる、園芸品種の千樹が広く普及しており、公園技、庭木として、 よく栽培されている。病害中に強く、鉢栽培でも独特の姿が楽しめる。刺し際はや,や困難。日光と水分を好むが、日陰と寒冷は好まない。庭や生垣などでは樹形を整えるために年に1から2回ほど刈り込まれる。枝葉には精油0.26%が含まれ、精油成分はピネン、セスキテルペンアルコール、カリオフィリンなどである。 精油の他には、ロータンニン、フラボノールなども含む。種子には、脂肪油を含んでいる。よく生育した葉と球花は、薬用部位になり、粗く刻んだ葉を日干ししたものを、がは白用、球花の中の種子を採取して3から4日ほど日干しにした、ものを、が柏等しし、または、白紙等としと称して小薬にする。精油は少量であるが、漢方では、タンニンの修練作用、 止血作用を目的に処方に廃材している。死亡油には、需要競争効果があると考えられており、漢方でも同様の目的で処方に廃材されている。民間療法では、下痢止めや、鼻血、吐血、子宮出血などの各種出血に、側白用ついた治療2から 15g を400から 600cc で半量になるまでとろびで煮詰めた、煎じた汁を、 食感3回に分けて服用する用法が知られている。葉は、幹部の熱をとって、出血を止める作用があり、服用すると体を冷やしやすいので、多く飲んだり、長期使用は禁忌とされる。汗も、かぶれ、肌荒れには、側白用を布袋に入れて、風呂に入れて、浴冬量にすると、治りを早めるのに役立つと言われている。 円形脱毛症には日本薬局法アルコール1リットルにつき破30グラムの割合で1ヶ月以上漬け込んだ液気を塗る。がは、かしひとしは、需要競争を目的にフライパンなどでから入りして、すりつぶしたものを1回3グラム、1日3回ほど紅茶などに混ぜて飲むと良いと言われている。またがは、かひとしは、不安やストレスによる不眠症や、 便秘についた治療2から 3g を 400cc の水で煎じて3回に分布しても良いが、下痢をしやすい人への服用は禁忌とされる。同じ、ヒノキ科でもヒノキ属などでは明確な表裏の区別が認められる。ありがとうございます。